第6試合両選手入場。まずは青コーナーより宇原浩一選手の入場です。さあ、ただいまより食い入りが行われます。先ほどは勝利を挙げましたが、赤コーナーの畑県は今回はお出番を持ちます。さあ、ただいまより筆入りが始められます。先ほど勝利を収めました赤コーナー畠山春樹、今回は何と文字が書かれたのでしょうか。鶴亀ですね。お孫さんが抱っこさせてくれない17歳の高校生になる娘さんに iPhone をせがまれている、非常に苦しい状態でございますが、今回勝利を収めて今回勝利を収めてお孫さんに抱っこさせてもらえる、娘さんに寄ってきてもらう。その光るおでこには一体何と文字が書かれたのでしょうか。これは一番楽しみなカードでしたね。私は楽しみなカードでしたね。これは報道総帥の、畠山さんと、はい、奈良十字総帥の宇原浩一選手です、はい、これはもう非常に一種格闘技ですね。まさしく2人とも今回の最年長で同士の試合ということ で、ね、50代を超えてますが、まだまださ置いてなお盛んという、慎重ですね立ち上がりが、はい、これはいいですね。テクニカル、どんなテクニックが畠山さんのこの呪術かが分からないようなサブミッションが、これは目が離さない。来ましたね。これは来ました。これは来ました。消せないですよ。これは消せないです。素晴らしい技術だ。素晴らしい。しかしこっからね、こっから亀は得意ですから、畠山選手。なるほど、ここからね、なかなか攻めるのは苦労すると思います。しかしおでこの血を回らないとですね。触られましたね。これはね、なかなか効いてないですね。これすごい展開ですね。しかし本当に55歳とは思えない体つきですね。そうですそうです。もうね、ちょっと独自のトレーニング法をたくさん編み出されて YouTube にアップされてますんで、畠山さんは、ぜひ興味ある方はアコードでYouTube 見ていただいたらいいと思いますね。おっと、宇原が消しにかかるが、畠山簡単でも自分で消しちゃってるんじゃないのか。試合終
スのサブミッション。これは素晴らしいですね。高技術が見れました。これは素晴らしいです。やっぱり読んでよかった。やっぱりこれを聞いてよかったですね。畠山さん強いですよ。これは強いですね。すごいなこれは。